ベネズエラ縛りやっていきましょうか。今現状野手を取りつつ頑張って勝っていこうという布陣となっております。さあシーズン終了まで行きました。なんと2位ということで 4.5 ゲーム差の2位でだいぶ良かったと思いますと。さあどれぐらいですか？5割1分4厘。ただそんなに変わってないよな。去年5割で5割1分4厘、まあ順位が2位になったけども正直そんなに変わってません。ただまあ去年より良くなったっていうことがいいですね。そしてピッチャー陣、最悪ですね。相変わらずピッチャー陣は良くないと。ただ打撃は1位ですよと。ここで差をつけていくしかないもんね。2位が710で、うちが、1位の762と圧倒的ですね。盗塁は10個しかないです。盗塁めちゃめちゃ少ないな。そんなことある？盗塁の数で併殺はめちゃめちゃ多いで、バントも少なくて犠牲フライも少ない。ただフォアボールが多い、三振は多い、点取るって感じがね。ホームランも一番多いでしょう、おそらく216と圧倒的ですね。まあ打のチームです。そん中エースコーンウェルは頑張ってます。 2.78 15勝5敗。しかも万世全盛期という、入ってきた時は31歳だったんですが、万世はありがたいですね。タイピンで G から F に変わってない？これだんだんもしかしたら上がっていくかもしれない。4球種になって化けたコーンウェル。あとは、今年は良かったブラウン。なんでいいかわからんです。今年スレーター良くなかったんよな。もう衰えてきてんのかな。ただ相変わらずフリントはいいと。ただ回復 F になってきたね。もう39歳だしね。平野みたいな感じで、ちょっと頑張ってもらえたらいいんですが。さあ、ブローが、3割2分7に32分105打点。で、ヘリック良かったね。早熟成長期。新加入、まあ、2年目のヘリック24歳、2割8分42本と。34本、24本、3本。あとはノリノリの期間にうまいこと使った選手たちがちらほらと。打線もなんかそんな、ずば抜けてる感じはなかったね。まあ、これでお金も増えたんで、しかも地味に日本シリーズ行ってるんよ、今回。地味に日本シリーズ出場して、第6戦目でまあ負けて日本一はなれなかったんですが、クライマックスシリーズは2位から勝ち抜いたんでね。クロスビー、ブロー、ヘリック。MVP、ブロー。首位打者、ブロー、ヘリック、ブローと。ブロー、すごくない？掛布が三冠を取ってる。スレーター最優秀中継ぎ。コーンウェル勝率1位。今年は沢村賞は取れなかったですが、今年もいい活躍しましたよ。コーンウェル。時点だったのか。191イニングも投げてんだね。何が足りなかったんだろう。防御率、投球回、奪三振、どれかが足りなかったんだね。惜しかったな。さあ、節目20年目。交流戦も優勝してます。そろそろね。勝とうじゃないかと。さあお金も増えていると、そろそろ勝ちましょうよ。11億5000万、ブローの年俸がえぐいぐらい上がっております。万全全盛期あと4年、どうする？まあ一応エースだし払っとくか。衰退期、フリント衰退期だけど払うか。早熟衰退期あと6年、早熟衰退期。ピッチャー陣がちょっとね、早熟が多くて超早熟。いやー、ディルせっかく取ったのに超早熟か。普通全盛期、早熟成長期、普通衰退期あと1年、普通成長期スピーク。こういう選手をもう育てていくしかないもんな。探して数打っていっぱい獲得して、そいつらが早熟じゃなくて、まあ普通やら万世であることを願うしかないもんな。狙えないしね、早熟とかは。
さあ引退する選手も出てきておりますと、38歳マティスは使えるのかと思ったら 3.88 勝、結構勝ったと。なんでこういうベテランがなんで活躍するのかよくわかんないんだよな。活躍短期間だけね活躍するんよな。多分基本は1軍に上げてないと思うけど、この辺も使わないんだよな。ただノリノリになったら使うんで、パームボーラーになってもらいましょう。スタッフはもう威圧感でしょう。こうするとまたコーチの年俸が上がっちゃうんだけど、今は比較的お金が増えてきてるんで、ただねどうするか、投手取るか野手取るか、まあ一回投手取ろう。とりあえず投手を多めに、ああ落ち合いだ、うわー来た落ち合い、日本ハム落ち合い。え、今年優勝したのどこ？うわー優勝チームに落ち合い入っちゃった。そして秋山がメジャーから帰ってくる。ちょっとバランスブレイカーになるんでやめてくれませんか秋山さん。いやこれ秋、ああでももう結構衰えてる。でも結構打つよ。これパリーグ来たら変わるよ。秋山メジャーで活躍できたのかな。秋山これ怪我したかな、もしかして足が遅くなってるっていうのは怪我なのかな。11億5000万、掛布三冠王、3割2分32厘、これで三冠王か。秋山中日行った。さあメジャーでどう、2割7分10、うわー3割6厘53本打ってメジャーか。でも行ったのが遅かったんだね。いいな、6億8000万。さあ2人、おオリックスの選手がメジャー行くのありがてえ。日本人しかいないと。じゃあ日本はまた補強してるじゃん坂口。いや去年優勝チームが落合とってまた補強する運は用ないよ。プエルトリコ、ドミニカ、ベネゼラ来た、エマリー、ベネゼラ来た、スケット覚醒だって。ピッチャー頼んだ時にこうやってベネズエラが結構来るとね。まあ、この辺欲しかったなー。いやー強えなウッド。いやこの辺欲しい。あーちょっと強い選手欲しかったね。なんでこれ首なんだろうこいつ、こんなに特能があるのに。転生西崎も首になってる。まだまだやれるでしょう。発展台早熟衰退期、早熟衰退期2割1分1厘、早熟衰退期ですが2点台、3球種あるからやっぱりある程度抑えれるのかな。早熟衰退期、ただ3球種持ってます。万世日本に順応、一応2人から新しくベントレー、エマリー2人ピッチャー獲得しました。そしてここでさらにピッチャーも今探しているところなので、ここでさらにピッチャー取っていこう。ビーチャム、ファーマン、ブアマン、ミーク、フリッチ、アルマンド、ディオン、フェニックス、フォンティーン、アトリー、プエルトリコ、ドミニカ、プエルトリコ、アメリカ、オーストラリア、アメリカ、オランダ、コロンビア、ドミニカ、アメリカ。いやーちょっと1人ぐらいは取りたかった。でもどうなんだろう、ピッチャーはなんとかいけるか、なんとかなる。いや先発足りてないな、先発が足りてねえ、先発がジジイばっかりになってる。
投手指定なし、指定なし、先発タイプ若手で、ピッチャー陣はもうこれで鍛えるわ。15億残していきましょうか。さあ、いろいろ来ましたよ。ピッチャーどうですか。ちゃんと先発もう、わーすごい衰えてる。衰えまくってるんだけど、これ大丈夫なのかな。全体的に、全体的に大丈夫ですか。もうそろそろカットかないと厳しいんじゃないのこれ。ちょっと WBC 全部終わってからにしようか、選手を見るのは。いやでもあれか、マックスになる可能性あるのか。一回見とこう。アメリカ、オーストラリア、プエルトリコ、アメリカ、アメリカ、カナダ。本当にアメリカ多いよな。やっぱりアメリカがまあ一番多いのはしょうがないか。運じゃないんだね。平等じゃないんだね、これ。基本数値があるんだろうな、中に。アメリカ何割、ドミニカ何割みたいな。アメリカ、ドミニカが結構多い気がする。でもオーストラリアも結構いるくない？オーストラリア、カナダ、コロンビア、キューバあたりはよく見かけるかな。プエルトリコ。まあ、その中に、ベネズエラも入ってんのかな。ベネズエラもしかして珍しいのかな。結構日本人選手がいたんでね、いっぱいいるのかな。特にオリックスにベネズエラ勢がやっぱいっぱいいるんで。それじゃあ選手取りながら頑張ってきます。てか優勝するかもね。